平成20年1月28日、一宮町阿蘇神社で第9回阿蘇神社消防訓練が行われました。1月26日が法隆寺金堂の壁画が昭和24年に火災によって焼失した日にあたり、この日を文化財防火デーと定め、貴重な文化財を災害から守るため全国的に文化財防火運動が展開されています。阿蘇神社は阿蘇市を代表する文化財であり、関係者や住民等とともに文化財愛護思想の高揚を図るため第9回を数える消防訓練を実施。国指定重要文化財に指定されている阿蘇神社の訓練は、文化財を火災現場から持ち出す訓練や楼門の上からはしご車を使った放水、一斉放水など地元の消防団や神主が連携して行われました。消防訓練の後は消防本部の指導のもと消火器の使用方法の説明があり、阿蘇神社の巫女さんも参加しました。